ハワイ州道1 8 5線上のホルアロアの町で、小学校と教会を、通過州道1 8 5線の北側は、州道1 9 5線から入る。コナヘリテッチコリドールの標識が見える。ハワイ州道1 8 5線は、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のカイルアコナにある、クイーン・カーフマヌハイウェイの山側を、並行して走る、全長9マイル強の旧道である。 ハワイ州道180号線は、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島の西海岸にある、カイルアコナにあり、ハワイ州道11号線の山側を北へ並行して、走る道路で全長9マイル強の道幅が狭く湾曲が多い、急道である。別名ノースコナロードとも、マーマロホアハイウェイとも、古き良きホルアロアの街などを通るので、コナヘリテッチコリドールとも呼ばれている。 コナコーヒーの農場、農場直販店がある、コナコーヒーベルトの主要道路の一つで、カイルア湾を見下ろす、継承地を行く。ハワイ州道180号線は、ハワイ州道11号線のホナロを出発して北へ、クイーンカーフマヌハイウェイとほぼ並行して、フアラライ山の山側を走り、ホルアロアの古き良き町を通り、パラニロードで終点になり、そこに9マイル目の利点表がある。 旅行ガイド、地球の歩き方、リゾート、ハワイ島、ハワイ島全図旅行ガイド、地球の歩き方、リゾート、ハワイ島オアフ島、ハワイ島全図。ありがとうございます。